よし、では。はい。では、行きます。はい、こんにちは、のぶです。では、492日目、ネックロールチャレンジ連続15回、今日もやっていきたいと思います。やっぱりこう、そうですね、やっぱり課題はやっぱりボールが肩から離れる瞬間、この肩からボールが離れるこのタイミングがちょっとまだ全然まだまだなので、まあ、早すぎても後ろに行っちゃうし、遅すぎると前に行っちゃうんですね。なので、まあそこのタイミングですね。あとはそのボールが頭からこう離れすぎない。離れすぎちゃうとこう回ってる感じがしないんですね。やっぱりネックロールっていう名前だけあって、やっぱり頭の周りをこう回すっていう。感じにしたいので、やっぱりそこを意識して、なので肩からボールを離すタイミングと、あと、まあまり力まずでボールをあまりこう頭から離れすぎないで、そうですね、一応それで今日もやっていきたいと思います。はい、では早速行ってみます。よし、
横向きで行きます。慣れちゃってます。